クロマックス。ということで高橋さん、落ちないように上に寝ててもらって。絶対後で痒くなるパターン。乾杯。はい、どうもクロワークスです。ということで、こんな画角から始まりました本日のクロワークスの動画は、そうです。手刈りで稲刈りです。ということでですね、本日多分こっからナレーション入れんだろうな俺。最近ねナレーションの方が編集楽なんですよ。はい。なんでその様子をですね、まずご覧ください。どうぞ。はい、ということで始まりましたクロワークスの農業動画ということでですね、こちら幻のお米タコ米をですね手刈りするシーンからこちらの動画始まりましたが、本日の動画はですね、こちらの幻のお米タコ米、クロワークスベースがある千葉県香取郡タコ町でですね作られている幻のお米タコ米をですね収穫をさせていただいて、新米を美味しくいただいて、はい、みんなでね楽しくワイワイやろうなんていう動画でございます。こんな感じでもう一面田園風景の中でですね僕たちは作業をさせていただきました。でね、この後はコンバインでね、稲刈りをする様子だったりとか、その稲刈りをされた後実際お米はどういう風に扱われてですね皆様のお手元に届くような製品化されていくのかなんていう動画も含めてですね皆様にお届けしていきたいなというふうに思っております。はい、こんなね撮影してるだけじゃいけないでっていうことで、私スグル代表も稲刈り手刈りをね手伝わせていただいておりますが、こんな感じでですねどんどん手で刈っていっていってる状況でございます。これね一緒に、手刈りを手伝っていただいているのはクロワークスメンバーズさんですね。今回は、コロナ禍ということもありましたので、クロワークスメンバーズさんにお声掛けをさせていただいてですね、少人数でこういうような小規模イベントというか集まりでね、作業をさせていただきました。これ来年以降はねちょっとまだ全然決まってないから何とも言えないんですけれども、クロワークスのね視聴者さんで集まって何枚かの田んぼをお借りして、これ年間通してのね体験なんていうのをやれても面白いななんていうふうに思っております。なんていうのかね、一口オーナー制度みたいな形でですねタコ米を栽培するっていう、手植えのね田植え体験もしつつで手刈り体験しつつ、みんなで美味しいお米をおにぎりにして食べさせていただき、そして、取れたお米はみんなで山分けみたいなね、そんなのを年間通してやれたら面白いななんていうふうに思っていたりもします。まあそれの予行練習というわけじゃないんですけれども、今年はね今回のこの動画をもって一応田植えから稲刈りまでですねシーズン通して動画が完成したことになります。下の概要欄、それね再生リストにまとめておきますので、そちらをご覧いただいてですね、はい、年間通して田植えからっていうところの映像、よかったら見てみてください。で、来年はね、ちょっと企画立てて、みんなでちょっとお米作りやってみようぜなんていう企画も立ててみますので、興味がある方はね、そちらの、情報の発信もお待ちいただければと思います。まあね、そういったところの情報の発信に関しては、クロワークスがやっておりますクロワークスメンバーズの方でいち早く情報なんか発信してたりもしますんで、下の概要欄からねクロワークスメンバーズ気になる方に関しましてはご覧いただければと思いますんで、よろしくお願いします。さて、そんな感じで手刈り作業をお勧めさせていただいたらですね、地元の農家さんが気になって覗きに来ていただきました。この時にね怪我をしない方法、怪我をしない稲の刈り方っていうところでね刈り方を教えていただいたりもしました。実際にねこういう風に作業してると地元の農家さんが声かけてくださったり、やり方についていろいろ教えてくださったりですね、試行錯誤してると声かけてくれる人いっぱいいるなーって、タコ町の人みんなあったかいなーなんていう風にね感じさせていただきます。本当にねこういうような形で関わらせていただいて本当に幸せなことだななんていう風にね日々思ったりもしてます。もうね普通に活動してて普通に生活したらこうやってね地元に根ざした形で農家さんと交流させていただくこともなかなかできないし、そもそもこういうね、幻のお米タコ米っていうのを
田植えから稲刈りまで一通り経験させてもらえるなんていうこともまたなかなかないですからね。こういった経験をさせていただくのも本当にありがたいことだななんていうふうに思っております。ということでですね、手刈りのシーンの撮影終了しましたので次のシーンに移ろうと思います。あ、これで動画撮ってるんですよ。こんな感じでね、お姉さまと楽しい会話を楽しませていただいた後はですね、この手刈りした部分の稲を持ってこれからとあるところに向かっていきます。はい、ということでトレーラーの後ろに誰かが乗っかっているのが見えると思いますが、はい、こちらクロワックスメンバーズの視聴者さんでございます。これね、このまま走ったら稲がパサパサ飛んでね、落っこっちゃいそうだったからっていうんで、荷物を抑えるためにわざわざ上に乗っていただきました。はい、ということで高橋さん、落ちないように上に寝ててもらって絶対後で痒くなるパターン、ね、はい、ということでありがとうございました。はい、ということで着いた場所はコンバインで大胆な稲刈りをしている場所でございます。このね、大型のコンバインで稲刈りをしている様子も皆様にお届けしつつですね、僕がコンバインを少し運転させていただくなんていう体験もさせていただきつつ、これね、手刈りしたやつも同じようにもうコンバインの中に、ぶち込んでですね、一緒に、乾燥からその流れに乗せてもらえるようにっていうことで、こちらのねコンバインのところに、手刈りした稲を持ち込みました。これね、気になったのがこれサギかな、白い鳥見えますかね、画面右側に。これ稲を買った後の多分虫とかなのかな、それを狙ってコンバインがいるところにずっとこの鳥いるんですよ。あー、賢いなーなんていう風にね見てましたが、こんな感じで稲刈りをするとそこにね出てくる虫なんかを狙った鳥さんがずっと周囲にいるっていう、そういうねこともあるんだなーなんていうので、ね、興味深く見させていただきました。これミミズなのかな、バッタなのかな、稲刈り終わった後もねそこの、ね、部分を餌場として、はい、鳥さんが群がってると、そういう状況でございました。はい、ということでここからですね、私スグル代表がこの大型コンバインに乗り込ませていただいてですね、作業をお手伝いというか体験させていただくっていう形ですね、はい、させていただきました。このコンバインすごいんですよ。中にはねエアコンがしっかりついていて快適装備もりもり、そんな感じのね超高級大型コンバインを今運転させていただいておりますが、もうね感想を言わせていただくと、コンバインの運転慣れればねもしかしたら問題ないっていうような感じになるのかもしれないんですけど、すごく難しかったです。操作に関しては、アクセルブレーキ前進後進、そしてね、ハンドル操作に関しては車と同じようなね輪のついたハンドルで運転するんですけれども、そのねハンドルのところにこう仮高の高さ調整、左右調整で前進の時のこう左右の進行方向の微調整みたいなレバーがいろいろついてるんですよ。でこれねこうやってこう刈り進めていくと、もうちょっと右寄りたいなとかもうちょっと左寄りたいなとかってね、進路の修正したくなるじゃないですか。でその進路の修正をするときは手元のレバーでやるのが本来なんですけれども、いかんせんね車のようなハンドルを握ってるがゆえに、なんとなく進行方向を変えたときにハンドルを切っちゃうっていうね。あ、これはこれでコンバインの運転っていうのは慣れが必要なんだなっていうのを感じさせていただきながらですね、隣についていただいて、この操作少しずつ少しずつ、もう映像で見てわかると思います、速度全然違いますよね。ゆっくりゆっくり速度の操作の方法を教えていただきながら刈り進めているという、そういう状況でございますね。はい、ということでこんな感じでゆっくり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 刈り終えましたよ。ということでもう私スグル代表おっかなびっくり、壊しちゃうことはねえだろうか、大丈夫だろうかとか思いながらですね、ゆっくりゆっくり運転しているところでございます。はい、これまだ進むんですか、僕をどこに移動すればいいんですかみたいな、ちょっとオタオタしてるねそんな感じで挙動ってるスグル代表をお楽しみいただければと思います。はい、
はい、ということでですね、先ほど手刈りした稲たちもですね、こんな感じでコンバインにぶち込んで生かしていただきました。この後ね、まとめて乾燥工程が入った上で、もみすりとね、あとは色選別しっかりかけて、お米としての製品化していくと。あとでね、その機械なんかの紹介もさせていただきますが、こんな感じで手刈りした稲もコンバインにまとめて入れてもらってると。そういう作業でございます。まあ、じゃあね、手刈りする必要なかったんじゃねえかみたいな話出ますが、そうじゃないんですよ。昔ながらの稲刈りと昔ながらの田植えっていうのが体験できるところに価値があるだろうということでですね、そういった体験したい方たちが募れるように、そんな感じでね、試験的に今年こういう作業をさせていただいた次第でございます。そしてね、場所を移動しまして、こちらがですね、超巨大な乾燥機、もみする機、その他もろもろですね、お米に必要な資材が入っている倉庫でございます。こんな感じでですね、フォークリフトを使って、買ってきたですね、もみお米をですね、乾燥機にかけていくわけでございます。このね、ダイナミックさがすごいですよね。この青い袋の中全部お米ですからね、すげーっていう状況でございますが、こんな感じで、僕ちょっと操作の仕方がよくわかりませんが、スイッチを入れてですね、この青い袋いっぱいに入ったお米を乾燥にかけていくという感じでございます。こんな感じでダーって入ってるのがね、こう中に吸い込まれていき、パイプを通ってここからドンと、いやー、お米がいっぱいでございます。もうね、コンバインをで刈り取った時点でここまで、もみの状態、もみがついた状態で、刈り取りができるという機械みたいですね。で、このパイプをブワーッと上まで行って乾燥機に入り、それの隣にあるここに一旦貯蔵をされた上で、ここからお米の選別とかもみすりとか、そういう機械の流れになってるのかな、多分そうです。でね、これは後日撮影させていただいた映像なんですが、乾燥がね、終わったお米がこのようにサラサラサラーっと玄米の状態で出てくるようになってます。こちらの機械でね、しっかりと選別をかけて、カメムシに食べられちゃったお米とか、黒いお米とかってね、混じってるの見たことあると思うんですけど、色の選別をかけて、そういう風にね、品質が悪いお米だけはしっかり吐けた状態でお米が出てくるように、これが吐けられたお米なのかな、だと思います。そういった形で、吐けられたお米しっかり選別されるような機械が導入された上で製品化されるよっていうところをね、今皆様にお見せしております。でね、これが、製品になる玄米の状態のお米ちゃん、こういったところでね、不純物が入らないようにっていうことで、色選別だったりっていうのが入っていて、これが精米なのか、精米じゃなくて脱穀なのかな、わかんない。詳しいことわかる方はこの機械一つ一つちょっとコメント欄で解説お願いします。はい、はい、そんな感じでですね、選別されたものが一番最初に見てもらった1トン袋、1トン入る袋ですね、ここに玄米の状態でさーっと入っていくと。で、これは30キロの袋ですね。はい、こんな感じでクロワークス号に積み込みました。黒米っていう風に書いてありますが、幻のお米タコ米、これをね、視聴者さんにお分けするためにクロワークスの方でも確保させていただきました。はい、ということで、いらっしゃいませーということで、これ、これアヒージョ、アヒージョ、アヒージョ、ちょっと鍋で作ったんでこんなになっちゃったんですけど、何アヒージョ、エビ、エビアヒージョ、こっちはシーフードミックス、はい、シーフード、あー、いい香り、シーフードミックスアヒージョ、エビアヒージョ、一丁上がり、はい、バケットもあるよ、はいはい、ということで当日に戻りまして、稲刈りの後はですね、こんな感じでクロワークスベースでみんなでバーベキューをしましたよということで、それぞれね、視聴者さんが持ち寄った料理とかですね、得意な料理を振る舞ったり、これね、近くのね、豚肉屋さんがあるんですけど、ここの豚肉がめちゃめちゃ美味しいの。こんな感じでね、バケットも焼いてということで、お肉もどんどん焼き進めていかしていただいております。これね、もう豚肉がめちゃめちゃ脂が美味しくて甘くてたまらないバーベキューでございましたよ。本当にこれ今見ててもよだれ出てくるわ、たまらない。そしてね、こちらがですね、新米のタコ米で作ったおむすびでございます。これがね、こういったお料理に最高に合うわけでございますよ。はい、ということで皆さんお集めいただきましたということで、乾杯味わって飲んで味わって
ってるんで貯めるうめえ出ましたね、2回目出ましたね、うん、こんな感じで盛り上がっておりますが、こちらはですね、タコ町でタコ米の米粉を使ったタコ焼きを作ってみようということで、はい、作ってみたものでございます。もうね、せっかくタコ米の収穫祭ということでやらせていただいたので、こんな感じでですね、タコ焼きを作ってみてると。これね、米粉でね、タコ焼きを作るとちょっとね、小麦粉で作るの違ってパリッとした感じになって美味しかったですね。場合によってはこれ米粉と小麦粉と強力粉とか薄力粉あるのかな、バランスを考えて配合することによってふわふわにもなるし、カリカリにもなるし、いろんな感じのですね、アレンジしたたこ焼きが作れるかなと。こんな感じで美味しそうなたこ焼きの出来上がりでございます。いやー、ダメだ、見ててよだれが垂れてきた。いきますよ、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 ということでケピーピということで、もうね、至る所でみんな、料理を お料理を作っていただきながら、焼き物をしていただきながら、もう至る所で追っ始まってる、そんな感じでございます。はい、そしてタコ米おにぎり、新米ですよ、新米おにぎりということで、はい、どうぞ、食いたしてください、いたす、食してください。美味しい。あ、食ってる食ってる。タコ米の新米でございますよ、ということで。ありがとうございます。はい、ということでこんな感じで盛り上がっておりますが、はい、本日はですね、収穫祭ということで、幻のお米タコ米を収穫した後にですね、こういった形で皆様でワイワイする時間を作らせていただいたりもしました。タコ米のね、田植えから収穫、そして製品になるまでの乾燥工程、もみすりの工程なんていうところもですね、皆様に実際に見ていただきながら、タコ米を食すっていう、こういうね、イベント今後ね、やっていきたいななんていうふうに思っております。こんな感じでですね、クロワークスのメンバーズさんであるミカさんのね、社内にお子さんが集まってワイワイやっていたりということで、はい、やっておりますが、ミカさんもですね、YouTube チャンネルやっております。下の概要欄にミカさんの YouTube チャンネル貼り付けておきますので、よかったら飛んでね、チャンネル登録、ご視聴よろしくお願いいたします。これね、ワンちゃんなんかも遊びに来て、まったりまったり、カメラ目線のモコちゃんということで、こうやってね、メンバーズさんのご家族だったり、ワンちゃん集まってワイワイやっている、そんな感じのクロワークスベースでございます。はい。これね、またミカさんも登場。これもう、ミカさんがめちゃめちゃね、まあ、ご用事があるっていうことで、夕方からの参加だったんですけど、ミカさんは。お子さんと全力で遊んでるミカさんね、見ているこちらも楽しくなっちゃいました。はい、こんな感じでワイワイやっているクロワークスメンバーズでございますが、今後ね、せっかく千葉県香取郡多古町に腰を据えさせていただいているクロワークスでございますから、こういった多古町の魅力も含めてですね、みんなで楽しく集まってワイワイやれるような、そういう環境を作っていきたいと思いますんで、今後ともクロワークスどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。